ヤン・ベーリング2006年パリのゲイパレードに参加した、ヤン・ベーリングとベルトラン・ドラノエ・パリ市長、2005年6月25日ヤン・ベーリングは、フランスのイラストレーター、政治家。フランスの環境政党緑の党の全全国初期、ストラスブール出身。1988年環境保護運動、フランス自然環境に参加したことを契機に、緑の党に入党する。 1992年から1994年まで、環境運動の青年組織、エコロジェ全国初期。1994年ストラスブールで、ファインアートを学んだ後、イラストレーターとして働き始める。ベイリングは、独仏共同テレビアルテイアイルランドのテレビ局、TG4 で美術を担当した。緑のトースポークスマンを経て、2005年1月に、右与曲折を経て、 62%を獲得して当然国初期に選出された。2006年12月当然国初期の地位をセシル・リュフロに譲る。ベイリングは環境保護団体ポール・エコ・エコロに所属している。また欧州議会では緑の塔に所属する議員たちと環境保護のため活動している。2005年3月22日世界水の日、ベイリングは 緑の塔のメンバーと一緒にパリのセーヌ川で泳いだ。これはセーヌ川の水質汚染を非難し、フランス政府に対して環境政策の再検討を迫るものであった。ありがとうございます。